ドッペ正統会なんですけれども、本題に入ります前に、皆様ビエラポケモン世界優勝チャンネル登録10万人ありがとうございます。いや本当にね、長かった長かったですね。一番最初に動画投稿し始めたのは4年前ぐらいで、まあでもその時はね、もう月に1回とか動画上げてるか、なんなら上げてないかもしれないね。まあ実像2年半ぐらいですかね。 USUM 後期ぐらいから動画とかね、配信とかやり始めて、まあ剣盾がね始まった瞬間 1.9 万人だったんですよね。そこから剣盾発売から、まあ、ちょうど2年となっている現在で、まあ、その2年で、頑張ったかな、うん、チャンネル登録者数がそこから 8.1 万人新しく登録していただいたということで、いやーでも簡単な道のりではなかったな、なんかな、うん、大バズみたいな感じで一気に登録者数増えた時期別にないから、本当に毎月地道に3000人ちょいとかね、まあ、登録していただいて掴んだ10万人ということで銀の盾ね、届くのめちゃくちゃ楽しみなんですけど、申請しときましょうかね。というわけでね、これからも死ぬほど動画ね投稿したり放送とかしていくんで、これからも僕をねよろしくお願いしますというところなんですけど、今回の本題は質問来てモテますということで、まあ架空のね質問に答えていきたいと思います。ポケモンで世界優勝するにはどうすればいいですかということなんですけれどもね、これの答えは鬼になることですね。僕がね競技シーンを12年間見続けてきて思ったのは、勝つやつマジで全員鬼だと、まあ、いうことですね。そしてその鬼になる条件というのが、ポケモン対戦がガチで好きで好きでたまらない人間になるということですね。なんか無駄にキモく遠回しに言いましたが、ポケモンでね一番大事なのはモチベだという話です。マジで他のゲームに比べて才能の比重が圧倒的に低いと思います。 FPS や格ゲーと比べると間違いなくハードルは低いと思います。ポケモンのねダブルバトルでかなりガチガチの戦術ゲーで頭一緒しかできないんでしょっていうイメージがある方もいるかもしれないんですが、それは違います。なぜなら僕の経験上、鬼になるために学歴は必要ないからです。ちなみに僕は近畿大学理工学部情報学科です。僕が入った当時は偏差値50ちょいぐらいでした。ひとまず僕が歴史の証人となっていく。あとね、こんなことはね本当にもう名前出して言うとかのも絶対できないんですけど、あのめちゃくちゃ強い人でもね、もう学歴別にそんな関係ないです。あの人の大学微妙ですってなんか名指して言うことはもう絶対にできないんですけれども、鬼の中にも学歴が普通すぎる人めちゃくちゃ多いです。ポケモンはね世界大会のルールも絶対1年ごとに変わるっていうところで、1年ね、その1年めちゃくちゃやり込んだやつが本当に強いんです。僕ポケモン12年ぐらいやってますけど、最近始めてこの1年はめちゃくちゃやってるみたいなね人にも普通にまあ実力で負けたりもしますし、その時々にね勢いがある鬼っていうのが絶対にいるんですよね。最初のね始めて1年目で世界優勝するっていうのはさすがにね、まあ、定石とかのね学びの時間的にも少し厳しいのかなって思うんですけれども、全国大会2連覇して世界も準優勝したカエルさんとかもね、ダブルバトル始めて3年目とかだったんじゃないかな、シングルなんかもともとやってたみたいな話だったんですけれども、マジでねダブルバトルのもうなんかずっとやってる人じゃないと勝てないっていうのがマジで経験上ないです。ポケモンって本当になんか戦術が無限のゲームなんですよね。だから世界大会の時期に合わせてその瞬間での結論を出せばマジで世界優勝ワンチャンあるんです。たまたまいいパーティー思いついてもいけるんです。でそのたまたまいいパーティーを見つけるためには膨大な練習時間、そのね鬼になる必要が出てくるというところです。別に才能はいらないです。だから適当に考えてて思いついたやつなんか試してめっちゃ勝てたらそれがもう答えなんですよ。他のゲームに比べて明らかになんか自分だけが思いついた新しい戦術っていうのが死ぬほど生まれるゲームだと思います。例えば2015年の世界大会での本当に勝ち組ポケモンだったなっていう風に思うのが、身代わりシュカヒードランですね。身代わりドランもいるしシュカドランも普通にいるんですけど、身代わりシュカドランはそんなにいないんですよね。てかいなかったです。しかし世界ベスト8に3人ね身代わりシュカドランがいたっていうところですね。まあそれぐらいね細かい話ではあるんですけれども、それがねもう細かいで済まされないぐらいの本当に繊細な、ルールでございます。その大会の時々に合わせて最強のパーティーが思いついてればマジで世界大会優勝あります。そしてね他のねゲームと比べて圧倒的に命を懸けてる人は少ないです。他にね世界大会があるゲームとかだって本当に人生かかってる、命かかってる、賞金かかってるみたいな感じでねやってる人も多い中、ポケモンはね世界大会あるのに命までかけてる鬼っていうのは他のゲームに比べると絶対に少ないです。
なのでめちゃくちゃ狙い目です。世界一っていう響き自体でもそもそも目指そうと思わない人がね、まあ、多いんじゃないかなって思うんですけれども、その中でもね、何かで世界一を今から目指すとしたら一番チャンスあるのポケモンな気がしますね。最悪世界優勝はともかく全国大会出場ぐらいならもうめちゃくちゃ可能性高いゲームだなっていう風に思っていて、例えば、まあ、皆さんのね高校時代の部活とかで考えてみてください。全国大会とか甲子園とかってもうめちゃくちゃハードル高いじゃないですか。出れたらもうめちゃくちゃすごいみたいなイメージあると思うんですけれども、ポケモンだとね死ぬほど現実的です。なんか全国大会みたいな舞台になんか自分がね関われるっていうのはなんか結構貴重な体験になるんじゃないかなっていうところはね本当に思います。全国大会をガチでやれば1年目でマジいける可能性が高いって思ってます。まあ、ポケモン対戦にね限らず好きになろうと思ってなるわけじゃないしね、勝手に好きになってたもんそいつが勝ちだ。というわけでね、これからもダブルバトルのね面白さとかね布教していくためにね、まあ、動画投稿とか頑張っていくんでね、まあ、別に大会とか出なくても、まあ、見る線の人とかをねかなり増やしたいなっていうふうにも思ってるので、まあ、見てくれる人、対戦してくれる人、大会目指す人とか、まあね、いろんな人を増やしていけるようにこれからも頑張っていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。